高槻市立坂巻小学校は大阪府高槻市にある公立小学校。高槻市の南西部を校区とする。敷地内には高槻市立坂巻幼稚園が併設されている。地域には明治時代初期の1874年、唐崎小学校、三島校小学校、西面小学校、柱本小学校の4小学校が設置された。 翌1875年には、三島豪、西面、柱本の三校が統合して、玉江小学校となった。また、唐崎小学校は1883年に、芝生小学校を合併している。1889年の町村制の実施により、唐崎村、三島江村、西面村、柱本村の四村は合併し、島、上郡坂巻村となった。一方で、 唐崎小学校の校区に含まれていた芝生村は別の村と合併して、尿瀬村となった。1893年には唐崎小学校の校区から芝生地区を分離し、尿瀬小学校の校区へ編入している。1900年には高等化単独の小学校として坂巻高等小学校が開校した。坂巻高等小学校は、 当時の高月村にあった島城高等小学校より分離する形で開校している。1902年4月7日に、玉井神城小学校、唐崎神城小学校、坂巻高等小学校の3校を統合し、三島郡三河牧神城小学校が開校した。この時に開校した坂巻神城高等小学校が、現在の坂巻小学校の直接的なルーツとなっている。 なお坂巻小学校の創立日は、前身の小学校の中で最も早く設置された、唐崎小学校の設置日、1874年5月15日としている。学校創立当初は別の場所に校舎があったが、1952年に、現在地に新築移転している。また坂牧村立中学校と敷地を共有していた時代もあったが、中学校は1961年に、 独立校舎へと移転している。校区に玉川橋団地ができたことなどによる児童数の急増により、1973年には高槻市立柱本小学校を分離している。たびたび本校は高槻市のモデル研究校に指定されている。ありがとうございます。